ろ。みんなそこはかとなく知り合い？意外ね。まあ自己紹介が省けていいけど。セーバーさんたちの素性を疑うわけではないが、この方たちに演技をしてもらっても意味がないのでは？いいんじゃない？私たちだけだと一人二役になるし、メインの役どころはホムラハラの生徒でしょ。セーバーさんたちが代役として脇を固めてくれれば、演技にも熱が入るってもんだし。そうか、つまり主役は私でいい。さてさて、桃太郎が3匹のお供を連れて鬼退治を果たしてから早10年。おじいさんおばあさんと平和に暮らしていた桃太郎ですが、やがてその耳に届いてきたのは、滅ぼされたはずの鬼どもの怨嗟の声でありました。海の彼方、あの鬼ヶ島に再び鬼が蘇ったという噂に、いても立ってもいられず、桃太郎は再び立ち上がったのです。もちろん忘れちゃいけません。おばあさんのホームメイド、お腰につけたきび団子。団子を一つ頬張れば、懐かしい味とともに胸に去来するのは、お友達のけなげな姿。独り立ちしていた彼らは今どうしているのでしょう。まずは桃太郎が3匹の従者を求めるその旅路より、5人の太郎の冒険は始まりまする。やあやあ、遠からん者は音にも聞け、近くばよって目にも見よ。我こそは日の本の吉備の国、鬼ヶ島の鬼どもめ。証拠りもなく蘇るとは不届き千番。いかなる邪法か幻術か、この桃太郎が暴き出し、今度こそ完膚なきまでに。えいえい、ああ、ってさ、私一人じゃ寂しい。ああ、懐かしの犬、猿、キジ。今頃あいつら。やあやあ、これはご高名な桃太郎殿とお見受けいたす。ようやくお会いでき申した。拙者は足柄山の熊、我が主からの伝言がござる熊。敬愛なる桃太郎殿、当に鬼ヶ島の復活を肌に感じ、また聞き及ばれていることと思う。都の不穏も強まる一方、夜な夜な起こる怪異は目を覆うばかりで、確実に闇の力は勢いづいている。これらはすべて鬼ヶ島に発する陰の気に応ずるもの。かくなる上は5人の太郎が顔を揃え、足柄山の金太郎。以上でクマ。5人の、そうかクマ、君いかんにもクマ。では都にてお待ちいたす。一刻も早く参られることを願うクマ。ああ、すぐに金太郎によろしく伝えておくれ。確かに私は人間ではない、竜の子だ。タツだと？ではその角は竜の角か？強い。私は山の白竜を父に、湖の彩竜を母に持つタツノコ太郎と申す者。タツノコ太郎ですと？あなたも太郎さん？じゃあ鬼の一味じゃないの？村人を害する鬼は私の敵。すいませんでした。土下座して謝ります。こうして桃太郎は
図らずもタツノコ太郎という道連れを得て旅。しかし行けども行けども犬、猿、キジの3匹の消息を得ることができません。桃太郎はいい加減頭にきて、こうなったら一人で鬼ヶ島に特攻してやら。またレイ、そのものは怪しいものではない。我こそは吉備の国の桃太郎、鬼ヶ島の征伐を果たし天使様にもお目通りかなった勇。それも全部無駄足だったがな。その減らず口は犬、犬じゃないか。なんとこの門番が犬でしたか。そうだ、犬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 犬うるせえ。ねえねえ太郎は、ミュージカルに、私の名は信濃の三年寝太郎。寝てばかりいたのはもはや過去の話。今では美人の嫁さんをもらって天使様に仕える公家衆の一人と覚えていただきたい。おりゃ桃太郎、犬はもはや貴様の家来ではない。それにつけてもよくぞおめおめ都へ顔を出せた。天使様は鬼の復活は桃太郎殿の落ち度ではない。しかし疑いは晴らさねばならんでおじゃる。滅ぼしたはずの鬼どもがこうも蘇生し再来しては、最初から天使様の褒美を狙った八百長征伐であったと噂。今はいがみ合ってる時じゃありません。たとえ生まれは違っても同じ太郎じゃないですか。せーの、まさかり担いで金太郎を熊にまたがり、大馬の稽古。はい、し堂々。はい、堂々。なりゃ桃太郎殿、乱心召されたクマ、やぶから棒に切りつけるとは。どこを切っても金太郎。この人は私が押さえておりますから、説明を続けてください。はい。ことの始まりは陰陽師阿部の生命の牧戦によります。牛虎の空に。牛虎、鬼ヶ島の方角だ。そうです、桃太郎さん。詳しいことは省いて要点を述べますが、鬼ヶ島から発する未曾有の邪乱の気は直に国内に降りかかると生命は言うのです。陰陽師や仏像の守護の行き届かない辺境では、すでに鬼の力が強まっているのはご存知の通りです。四天童子を鎮めた首塚の封印が揺らぎ始めている。恐ろしいことです。あの者たちが蘇るとなれば、この日の元に桃太郎、タツノコ太郎、金太郎、三年寝太郎。